てめえ、さっきは違う。あなたは間違っている。干渉で曇った目には何も見えまい。あなたは間違っている。命は星を巡る。だが、星が消えればそれも終わりだ。星は消えない。終わるのはお前だ。来るぞ。やっと帰ってきたってのに、随分な歓迎だな。ったくよ、自由の代償は高いぜ。ソルジャーの誇りは手放すな。いらっしゃいませ。別れ道だから。何があるの？自由。でも自由は怖いよね。まるで空みたい。星の悲鳴、聞いたよね。かつて
この星に生きた人たちの声、星をめぐる命の叫び。セフィロスのせいなんだろう。うん、あの人は悲鳴なんて気にしない。何でもないけど、かけがえのない日々、喜びや幸せなんてきっと気にしない。大切な人なくしても泣いたり叫んだりしない。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。星の本当の敵はセフィロス。だから止めたい。それをクラウドに、みんなに手伝ってほしかった。このみんなが一緒ならできる。でもこの壁は運命の壁。入ったら、越えたら、みんなも変わってしまう。だからごめんね、引き止めちゃった。迷う必要はない。セフィロスを倒そう。悲鳴はもう聞きたくない。最終決戦、運命の報い点。今のザックスが出ちゃったよ。エアリスが見たのか。壁を越えちまうと戻ってこれねえのか。壁を越えることは我々の運命か否か。何者だ。クラウド、早く行こう。行こうか。ありがとうクラウド。最終決戦ってことはだよ。壁、薄いといいね。運命の最後の砦だ。そうはいかない。行くぞ。こんなの何度も超えてきたぞ。壁が見えるか見えないか、それに違いよだろ。父ちゃん、行ってくるぜ。なんだよ、別に普通じゃねえか。見て、
なんだこれ。うわー危ねか。まあそこそこだな。フィーラーなのか。運命の番人らしくなってきたじゃねえか。乗り越えよう。ヒーラー正真正銘のラスボス杖、魔法効くかな。でこいつはこれが効きそう。ロッソ頑張って。ダメージ見えなかった。決まった。まあ強えだろうな。ティファは祈りが使えるんだ。いや同時に攻撃してくるのがちょっとな。そこ、それ。出番だよ。いで。視回復。どうした。ロストを先に倒そう。よしよしよし。いいぞ、効いてる。消えた。なんだ。おいおいおい、しまった。無活だった。ジャンロとベルテ。頼む。いや、こいつは氷、こいつは氷属性臭いな。邪魔だ。当てる。それ。さあ、よろしくね。おう、任せて。危ない。体力は大丈夫だ。そうだ。このままへばってな。で、あ、消えた。なんだと。おいおい、マジかよ。走れ。移動か。今は逃げろ。止まるな。うわー、まずいぞ。おい、おお、走れ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 。対戦回復してんな。ロストガード、突き崩す。頼られちゃうな。つえ、あれ知らせない。ロッチはどうだ。ロスト、ロストをマークしてくれ。一旦回復。頼りにしてる。ここからだよ。いいね、祈りが強い。こんなの回避できないな。バレット。待ってました。もう回避せずに叩くぞ。できるものは回避するけど。よし、やっちゃおう。バレット、アンガーマックス。何それ。
かねえのか。どうよ。そっちか。誘導されてんな。え、回復しておこう。仕切り直しだ。お、危ない。一体モードチェンジ。うわ、当てれなかった。そっちは任せる。さあ、行くよ。そう、回復しよう。出番だよ。頼らなきゃな。勝てな。まだまだ逃がさねえぞ。頼りにしてる。俺の見せ場だ。気合い入れてけ。くらい。落ち着いていけ。おう、引き込んどけ。よし、まずまず効いてる。逃がさねえぞ。よし、いいぞ。気をつけてね。オッケー。あっちに攻撃が入る。叩き込め。終わらせてやら。こいつは倒れないのか。向こうが狙えないからこいつを撃ちまくればいいのか。腕が落ちた。いけんだろ。やったか。みんな。エアリス。なんだよ今の。が捨てようとしている風景だ。どうなってやがる。本体はあちらということか。だがまずはこいつらだ。2体かこっち。今見たのは未来の風景か。まずい。られちゃな。氷の方を倒したい。逃がさねえぞ。よし。オーケー。で、こいつを叩くと本体にダメージが入ってるんだよ。だから叩け。クソ、こいつ邪魔すんだ。バレット。待ってました。よっしゃ、この野郎。いやあ。消えた。吹っ飛ばされたよ。ちょっと回復しとこう。ああ、できない。バレット。俺の見せ場だ。ダメージが入ってる方を攻めよう。よし。あ、ダウンしちまった。フェルテが
なら今度はいてー気負いすぎる迷われちゃうな。どうだ暗い集中砲火だ期待してるぜ。効いてる連携しよう。おう任しとけ。もう少し、オッケー。終わりだ。消えろ。繋いでいくと。覚悟はいいか。オッケー。本体も弱ってきてるよ。意外といけるな。もう一丁。まだ来ない。エーテルを使おう。頑張るね。各自叩くか。祈り。頼りにしてる。アイハー。危ない。魔法。あ、ロストじゃなくてよかったな。まあ、いっか。頼んだ。私に任せて。わっ当てる。いや、なんだ。一体になった。切り抜けるぞ。うん、一緒に、ね、バレットがいて欲しかった。誰にしようかな。イフリート。仕事だ。暗い。バハムートか。よし。さあ行くよ。当てる。それ。一旦回復だ。よろしくね。頑張る。ビューだからだよ。メガフレア。終わらせ。やばい。来ないで。終わらせる前にこっちが終わる。エアリス。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。なんとかしなきゃ。ヘビーストライク。受け。こげそうかな。クラウドリミットいけるか。素早いな。よし、今。すべて連携しよう。私今パンチ。よし、効いてる。めっちゃ効いてる。よし。あ、分離した。来ないで。イフリートもう一丁お願い。ベルデに。
ウェルデもう少し。よし、たくさんバーストしてんじゃない？こいつだ。よし、効いてる効いてる。チャンス。よし、もうみんな自利品だ。叩くのみ。むちゃくちゃ未来が見えてる。こんなに見えてもいいのってぐらい見えてる。アベンジャー魔法使うか。フルアウト回復だ。おっしゃ、やった。もう止めらんねえぞ。本体だ。ここは？早く来い、クラウド。
らうな、クラウド。止まれ。本当のボスか、セフィロスとやるのか。絶対にルーファウスより強い。どうしたクラウド。ガードを崩される。一旦回復だ。ガードブロック。クラウド覚えているか。ダメだな、回避よりガードの方がいい。守れない。これはガードできないんだな。貫く。ああ、強え。悪夢は何か。回復だ。かかってこい。相打ち。よし。フライ。ちょっと遅かったな。星の糧になるのだ。ものだな。ガード。泣き叫ばない。よし、相打ちだ。悪夢は解放する。くらえ。反撃に踊れ。面白い。一気に叩き。エアリスが来た。ここか。私の出番。そっちは大丈夫。こっちの方が攻撃は楽だ。危ない。そっちは任せる。任せられ。任せるね。下がっている。じゃあリミット技ぐらい最後まで決めさせてくれよ。俺が出る。沈め。落ち着いていけ。エアリス。いけそうかな。下がっていく。と魔法行ってみようか。連携しよう。私の出番。お前に何ができる。もう少しだ。ガード。気をすぎる。頑張るね。それ。狙ってる。解いた。交代。よし。消え失せろ。集中していく。今がチャンスだ。私だって。チャンス。決めちゃおう。見せてやる。よし。
回復。いけそうかな。下がる。なんとか回復。ちょっとこれだけじゃ足りないな。リミット。クラウドリミットか。使っちゃおう。よし。回復しよう。属性強化か。懐かしくはないか。そこ。邪魔だ。当てる。行くよ。半分は切ってる。攻撃を食らったら切り替えていこう。俺が出る。痛い。強えな。そこ。お任せあれ。エアリスが外に。任せるね。出番だよ。はいはい。そっちは大丈夫。全然バーストして。行くよ。その技はまずい。回復。穴いてみせる。エアリスがまだ起きてない。いや、エアリスを狙うだ。もう少しで召喚獣だ。ここはカーバンクルにしとくか。でエアリスがもうそろそろリミット、ね、よし、これにしよう。よし、これで物理は無効なんだが、全然無効になってる感じがしねえ。お、クラウドセーフ。つえー、そっちは任せ。頑張るね。見ものだな。痛みを刻もうか。ゆっくり休んで。任せあれ。ティファは食らってる。面白い。よし。物理は効かないぞ。よし、効いてない。命もの時間だ。エアリス落ち着いていけ。危ない、頑張る。ティファ魔法を使ってみよう。耐性つけてたかもしんないな。とりあえず使ってみよう。なんか氷の塊あるからそっちにやってみよう。おい、
ブレイバスかったな。長いで見てる。勝って、なんか氷の塊たくさんあるな。耐えられる。ガード不可だ。キーパー、悪魔は好きか。キーパーやっちゃいなさい。で、回復をティファーに。来ないで。危ない。よかった。まずい。クラウド回復だ。一回祈りが欲しい。これかわせないだろうからもうガードする方がいいな。追い打ちしてくるし、一回自己回復しないと。あーダメだ。クラウド反撃に踊れ。よしよし、待て、メテを呼ぶのが早いぞ。あー吸い込まれる。祈り、よし間に合った。え、何それ、デス効果か。待て、エーテル使うのを間違った。あと少しなんだ。いって、捕まれた。エアリスチャンス。ゼロになる前に倒せないとまずいのか。星に祈れ。うわ、エリクサー使っちゃおう。頑張って、買っといてよかった。メテオが迫ってる。その技やばすぎ。叩き切る。あと少し。よっしゃ、バレット。おかえり。あともう少し。みんなで望み叶えよう。
火をつけろ。そこから先はまだ存在していない。我々の星はあれの一部になるらしい。俺は消えたくない。お前を消したくはない。ここは世界の先端だ。お前の力が必要だ、クラウド。共に運命に抗ってみないか。断る。週末の7秒前だが、まだ間に合う。未来はお前次第だ、クラウド。副社長、社長、分かった。クラウド、見た。
待ってろな。どっちへ行けばいいんだろう。セフィロス、あいつがいる限り俺は。でも倒しただろう。追いかけよう。大丈夫、私も行く。追跡ならば花が必要だろう。俺も行くぜ。あいつは星を壊すつもりなんだろう。星の敵はアバランチの敵だ。終わっちゃった。衝撃の展開がいくつか。まずビックスが生きてるっていうのと、ザックスもなんか知らんけど生きてる。そしてエンディングが英語で書かれていたけど、あれ未知の旅は続くっていう風に書いてあるんで、もしかしたら、まあ、まだリメイクは出るだろうけど、その今後のリメイク作品でオリジナル版とは内容がガラッと変わってくるかもしんないってことになるな。完全に生きてるもんね、ザックス。あれだと、まあ、最後フィーラーとの戦闘が、なんだろう、運命の番人との戦闘的な、なんだろう、シチュエーションだったから、それで過去の運命が変わったとかそういうことなのかもしんないけど、そればっかりは続きの作品が出てこないとわかんないので、はい、また何年も待とう、次回作を。それじゃあ今回ファイナルファンタジー7リメイク1作品目は結構長いことになったと思うな。まだ編集してないから分かんないけど、こんなところで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。